1960年代から60年以上ロックし続けているバンドローーリンングストーンズ。今回はバンド結成から初期のリーダーブライアン・ジョーンズが脱退するまでを見ていきましょう初期のメンバーはボーカルミック・ジャガーギターキース・リチャーズギターブライアン・ジョーンズベースビル・ワイマンドラムチャーリー・ワッツです ローリング・ストーンズのボーカルミック・ジャガーとギターキース・リチャーズは19歳の時駅で出会いますミックがチャックベリーのレコードを持っているのを見たキースは声をかけました意気投合した二人はバンドを始めようという話になりましたある時キースは見に行っていたライブで後のリーダーとなるブライアン・ジョーンズのギターを耳にします このステージにはブライアン以外にも後にメンバーになるチャーリー・ワッツとサポートキーボードとしてバンドを支えていくことになるイアン・スチュワートが参加していましたミックはブライアンとイアンをバンドに誘いましたブライアンはバンドへの加入を了承しました年上で有名人だったブライアンには逆らえずリーダーをブライアンが務めることでローリングストーンズは始まりました ブライアンンは関係者への電話中、バンド名を尋ねられました。この時床に置かれたマディー・ウォーターズのアルバムが目に入りその中の一曲「ローリンストーン」がバンド名だと答えました1962年7月ミックキースブライアンイアンにベースとドラムを加えて初ステージに挑みました 1962年12月ビル・ワイマンがチェルシーのパブで行われたベースオーディションで採用されました採用の決め手の一つがビルの持っていたアンプだったと言われています次にメンバーは以前ブライアンとステージに出ていたドラマーチャーリー・ワッツに声をかけましたチャーリーが加入を了承しローリング・ストーンズのメンバーが揃いました この頃、ミック、キース、ブライアンは、ネズミが走り回るアパートで共同生活をしていました。バンドは、アンドリュー・オールダムという19歳の若者をマネージャーに引き入れました。アンドリューは、ビートルズの宣伝係をしていた人物でした。彼によって、バンドはより活躍の場を広げていきます。アンドリューは、 バンド名をローリンストーンズからローリングストーンズに改名、キース・リチャーズの名前もキース・リチャードに改名させました。なお、キースは1978年、本名のリチャーズに戻しています。アンドリューは、ルックスがバンドに合っていないとの理由から、イアン・スチュワートをメンバーから外しました。イアンはサポートキーボードとしてバンドを支えることになりました。 バンドは5人編成になりました。後にギターのキースはこの件で俺がイアンの立場なら殴ってたと回想しています。バンドはイギリスのレコード会社デッカレコードと契約を結びます。マネージャーアンドリューの戦略でビートルズの対抗馬であるような宣伝が行われました。デビューシングルとして チャックベリーのカバー曲、カモンが録音されました。バンドはカモンをあまり好んではいませんでしたがデッカレコードの方針でキャッチーなこの曲が選ばれましたそんなこんなで1963年6月バンドはついにレコードデビューを果たしましたシングル「カモンは」はイギリスのシングルチャートで21位まで上昇しました シングルがそこそこ成功したおかげでバンドはイギリスツアーに出ることができましたツアーの合間にセカンドシングルの録音を始めましたするとそこにビートルズのジョン・レノンとポール・マッカートニーが遊びに来ましたジョンとポールはおもむろに曲を書き始めましたこの楽曲をストーンズはセカンドシングルとして録音することにしました バンドは2枚目のシングルとしてジョンとポールが作曲した彼氏になりたいを発売イギリスで12位になりました3枚目はバディ・ホリーの曲ノット・フェード・アウェイのカバーを発売イギリスで3位を記録しました1964年4月アルバムザ・ローリング・ストーンズが発売されました5月には曲を入れ替え イングランドニューエスト・ヒットメーカーズという題名でアメリカでも発売されました。全英1位、全米11位を記録しました。キースとミックが作曲したテルミーのほか、メンバー全員でのペンネームであるナンカーフェルジによる曲が2曲収録されました。1964年6月には、初の全米ツアーを行いました。 まだ全米でのヒット曲がなかったバンドにとってこのツアーは手応えのないものでしたバンドはバラエティ番組「ハリウッド・パレス」に出演しました番組の司会ディーン・マーティンは彼らの髪型とパフォーマンスを嘲笑しましたしかし収穫もありました立ち寄ったシカゴのチェススタジオでレコーディングを行い マディー・ウォーターズやチャックベリーにも会うことができましたアメリカで録音したシングル「It's All Over Now」は全英1位を記録しましたイギリスとヨーロッパで行われたライブは熱狂的なファンに迎えられましたメンバーが宿泊するホテルには多くの女性ファンが詰めかけたそうです10月には 2度目のアメリカツアアーに向かいました。アメリカの人気番組「江戸サリバンショー」に出演した際には観客のティーンエイジャーから熱狂的な反応を受けましたがテレビを見ていた大人から抗議の電話が大量にかかってきましたアメリカツアーの最中イギリスで発売されていた EP「5x5」を拡張したアルバム「12x5」をアメリカで発売しました 全米3位を記録しました11月シカゴで行われたアメリカツアーの最終公演は完売アメリカでも人気のバンドになりました帰国後ミックは雑誌のインタビューでまたアメリカに行ってもいいよヘアスタイルについてのくだらない質問をしてこないならと答えています1965年1月に イギリスでアルバム、ローリングストーンズナンバー2が発売されました。キースとミックの楽曲が3曲含まれました。全英1位を記録しました。アメリカでは2月に、ローリングストーンズナウというタイトルで楽曲の入れ替えをして発売されました。全米5位を記録しました。1965年2月、シングルラストタイムが発売されました。 本作はキースとミックのオリジナルナンバーで全英1位全米9位を記録しました1965年春マネージャーアンドリュー・オールダムはアラン・クレインという人物を共同マネージャーに招き入れましたアンドリューはアラン・クレインを素晴らしいマネージアドバイザーと感じていたそうです当初ミックに気に入られていたクレインでしたが数年後 金銭に不明瞭な点が見受けられ最終的には嫌われて去っていきますバンドとクレインの関係は裁判に発展することになっていきます1965年6月にアメリカ8月にイギリスで発売されたシングル「I Can't Get No Satisfaction」は全英全米ともに1位を記録しましたキースは サティスファクションを寝ていいる間に書いたそうですキースがある朝起きるとこの曲のリフがカセットプレーヤーに録音されていたそうですキースとミックの作詞作曲した曲がヒットすることでブライアンは居場所をなくしていきました1965年7月にアルバム「Out of Our Heads」がアメリカで発売されました全米1位を記録しました 9月には曲を入れ替えてイギリスで発売されました全英2位を記録しました10月に発売されたシングル「ひとりぼっちの世界」は全米全英で1位他の国でも1位や2位と世界的にヒットしました「アウト・オブ・アワ・ヘッズ」が全米1位になったことを受けアラン・クレインはさらなるアルバムをアメリカで発表するようにバンドに要求しました メンバーがあまり乗り気でない中コンピレーションのようなアルバムが発売されることになりました1965年12月にアルバムディッ s e バー e r s c h i l d r e n が発売されましたキャリア全体からリリースされたさまざまなトラックから編集された本作は全米4位を記録しました1965年12月より新作の制作に取り掛かりました レコーディングでは、ブライアンがさまざまな楽器を演奏しました。ビートルズのジョージ・ハリソンが、ノルウェーの森でシュタールを使用したことに影響を受け、導入しました。他にも、ダルシマーやマリンバ、さらには日本のことまで使用しました。1966年4月にイギリス、6月にアメリカで、アルバム、アフターマスが発売されました。前衛で 8週連続1位、全米でも2位を記録しましたアルバムは成功しましたがブライアンはバンド内での居心地の悪さを感じたままでしたアルバム「アフターマス」の前後に発売されたシングル「19回目の神経衰弱黒く濡れマザー・リトル・ヘルパーマザー・イン・ザ・シャドウ」はすべてヒット 1966年6月と7月に行われた北米ツアーも大きな反響を得ました。1966年3月にアメリカでベストアルバムビッグヒッツハイタイドグリーングラスが発売されました。3位を記録しました。11月にはイギリスでも発売され4位を記録しました。 1966年12月にライブアルバム「g u t l i v e i f y o u o n i t が発売されました全米6位を記録しました1966年8月から新作のレコーディングが行われましたブライアンはギターへの関心がなくなっており前作に続きリコーダーやマリンバハーモニカなどさまざまな楽器を演奏しました 1967年1月にアルバムビ e トインザバトンズ」が発売されました。イギリスでは3位を記録しましたが、前作を超えられなかったこともあり、非評価からは否定的な反応を受けました。アメリカでは2位を記録して好意的に受け取られました。アメリカ版に収録されたシングル夜をぶっ飛ばせはアメリカで1位、イギリスで3位のヒットとなりました。 1967年1月、エドサリバンショーに出演した際、演目の「Let’s Spend Nighttogether」のナイトの部分が性的イメージにつながるとして、「Let’s s p e n d s イ m t i m e t o g e t h e r に変更して演奏させられました。1967年初頭、ニュース・オブ・ザ・ワールドに、ミック、キース、ブライアンを含むポップスターの違法薬物使用を疑う記事が出ました。 1967年2月キースの自宅に警察が違法薬物の容疑で踏み込んできました3月警察の強制捜査の結果を待つ間ミックとキースブライアンはマリアンヌ・フェイスフルとブライアンの彼女アニタ・パレンバーグを連れてモロッコへ旅行へ出かけました旅行中ブライアンとアニタの仲は険悪になってしまいました アニタはキースと共にモロッコを出国しましまた。キースとアニタはこの後12年間付き合いますバンドは1967年の3月と4月にヨーロッパツアーを行いました1967年5月ブライアンが2度目の違法薬物所持で逮捕されました実刑の可能性もありましたが罰金刑になり投獄は避けられました 1967年6月にアルバム Flowers が発売されました本作は未発表曲を含むコンピレーションアルバムです全米3位を記録しました6月末ミックとキースの裁判が行われましたミックは3ヶ月の懲役刑キースも有罪となりましたが7月末の判決でミックは12ヶ月の条件付きで釈放 キースは無罪となり2人とも習慣は免れました6月ザ・フーが薬物問題に揺れるストーンズを支持する目的で SixTONES の「ラストタイム」とアンダーマイサムのカバーシングルを発売しました1967年2月から始まっていた新作のレコーディングは裁判などで中断を余儀なくされ10月まで長引きました。このセッション中に制作された シングル、この世界に IO が8月に発売されました。このレコーディング中にアンドリュー・オールダムがバンドから離れることになりました。これにより本作は初めてのセルフプロデュース作品になりました。1967年11月にアルバムサタニック・マジェスティーズが発売されました。 前作から続いている実験的な作風が極まり、当時のサイケデリックムーブメントを反映した作品になりました。全米2位、全英3位を記録しました。サタニック・マジェスティーズは、その内容やアルバムジャケットのデザインから、ビートルズのサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドの模倣との批判を受けました。バンドは、シングル、黒く濡れ以降、 チャート1位を取っていませんでしたバンドはブルースへの原点回帰を図ることにしました新作のレコーディングにはトラフィックなどのプロデュースを担当していたジミー・ミラーが迎えられましたレコーディングではブライアンがあまり参加しなかったためジミー・ミラーはキースを働き者と評価していましたしかしブライアンはメロトロンやシュタール ハーモニカなど様々な楽器を演奏しています。1968年5月、シングルジャンピング・ジャック・フラッシュが発売されました。ブルースに回帰したサウンドは多くのファンから支持され、バンドの代表曲になりました。全米3位、全英1位を記録しました。1968年12月にアルバムベガーズ・バンケットが発売されました。 ブルースに回帰した音楽性は評論家から高く評価されました。全米5位、全英3位を記録しました。シングルカットされた悪魔を哀れむ歌とストリートファイティングマンはバンドの代表曲になりました。バンドは1968年12月、イギリスの BBC で放送される予定だった番組、ロックンロールサーカスというコンサートの撮影を行いました。 このコンサートはストーンズのほかにジョン・レノン、エリック・クラプトン、ザ・フー、ジェス・ロタルなどが参加しました。しかし、撮影後ストーンズが自身の演奏に不満を感じ、放送されませんでした。この頃、ブライアンは薬物問題などもあり、バンドへの貢献は散発的なものになっていました。また、薬物の問題でアメリカのビザが取れない状態にありました。 1969年6月、ブライアンの自宅で、ブライアンとミック、キース、チャーリーで話し合いが行われ、ブライアンはツアーに出ることができないことを認め脱退を表明しました。ブライアンは、俺は辞める。そしてもし俺がそうしたければ、俺は戻ってくることができる。と言ったそうです。脱退から1ヶ月足らずの1969年7月3日、 ブライアンはハートフィールドにあるコットフォードファームの自宅のプールで、溺死しているところを発見されました。去年27歳。バンドはブライアンの死から2日後となる7月5日、ロンドンのハイドパークで無料コンサートを行う予定でした。バンドはこのコンサートを急遽、ブライアンの追悼コンサートにしました。 公認となる新ギタリストはジョン・メイ・オールブルース・ブレイカーズ出身のミック・テイラーに決定していました。テイラーは押し寄せた25万人の観客の前でストーンズとしての初舞台に挑みました。1969年9月にベストアルバムスルーザ・パスト・ダークリーベスト・ヒッツ・ボリューム2が発売されました。 本作はブライアンへの追悼版としして発売されました。全米3位全英2位を記録しましたミック・テイラーのギターによるホンキートン・クイメンも収録されました初期のバンドをけん引したブライアン・ジョーンズを失ったローリング・ストーンズはミック・テイラーを新たなギタリストに迎え70年代に向かっていきますここからのお話はまた別の機会に。 今回はバンドのデビューからブライアンの脱退までを見ていきました。ご視聴ありがとうございました。